あっぱれやってます。ゆうこ浜口です。有野です。トランクの杉です。谷まりあです。さあ今週はさやねがお休みなので代わりにゲストが来てくれております。はい、こんばんは。 NMB48 のサイピーこと村瀬さえです。おえってなんか聞こえた気がして大丈夫大丈夫ですか。サイピー村瀬さえです。サイピー、はい、サイピーです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ね、サイピーは、はい、何期生とか。あ、私は2期生です。2期生はい。さやねは1期生か。あ、そうです。さやかさん1期生です。そうか、さやかさん、はい、さやかさん、そうなんや。ゆうりちゃんは。ゆうりは3期生です。3期生、はい、1期後輩になって。そうです。そうですか。あの、はい、今いくつ。今22ですね、うん、はい、22歳です。さやぴー。サイピーです。ハーフみたいなね。ね、お顔立ちでね。お顔立ちで、うん、ずっと関西です。たこ焼き食べてない。たこ焼きいっぱい食べます。あ、そう。はい、作ってました。作ってました。作れんの？はい、転がすの得意です。はい、もちろん あれですよね。そのサヤネがおった時にも行って、もちろん行ってずっとサヤネとやってきたんですもんね。はい、そうですね。どうですか、サヤネが抜けてからの NMB は。わあ、元気です。いなくなって元気になったみたいなやつ。違う違う違う。相変わらず元気です。そうか。はい、そうね、でもやっぱりサヤカさんがすごい引っ張って行ってくれてたんで、背中を見せてくれてたんで、なんか今はなんか一人一人が頑張ろうみたいな、その意志が強くなりました。へえ。サヤネがいなくなって、はい、みんなの意志が強くなって。強くなりました。妹をつくめじゃねえか。サヤカさんがいたからこそ。それだけな、大きな存在やって、なくなってから、なくなってだろ。いなくなってからも。みんなで頑張ろうってことやよな。そうです。団結してます。どうな、抜けて、やっぱ大きかったな、みたいなこと感じるの。あ、めっちゃ感じますね。ほう。はい、なんか。やっぱ歌番組とかも最近あんま出れてなくて、うん、そうなの、はい、でなのでなんかそういったなんかありがたみとか最初の状況がすごいありがたかったんだなとか、うんうん、すごい思うようになりました。だから一個一個をなんか、うん、大切に大切にっていう気持ちが、はあ、ね、真面目やな。真面目です。真面目。真面目ですっていうのもおかしいよ。真面目です。真面目だな。そうだね。さあ、いろいろね、はいはい、メールいただいてますよ。ね、千葉県の北極からの助っ人、はい、鈴木拓と愉快な仲間たち、こんばんは。はい、こんばんは。毎回それ言ってくれるの。村瀬さえさん、はい、さえです。村瀬さえさんに質問です。はい、NMB の中でもおしゃれなメンバーとして有名な村瀬さんは、はい、アンジービーというファッションブランドをプロデュースされていますが、もしスタジオにいるおじさん3人の中から自分のブランドのメンズ商品のモデルをお願いするとしたら誰にオファーしますか。アンジービーね。これ待って、めんどくさいぞ。なんで選択肢この3人しかないね。そうなんですよ、ブランドをプロデュースさせてもらってて、そう、着てるやつではないの。はい、着てるやつです。着てるやつ。そうなの、おしゃれ、おしゃれ、着させて。コーディロイ、コーディロイ生地の茶色いつなぎね。コーディロイ、コーディロイのつなぎね。つなぎ、コーディロイのつなぎ。コーディロイのなんセットアップなってるの。太めのコールテンでしょ。コールテン、太めのコールテン。コーディロイです。ちょっとね、あの袖のとこにアンジービーって書いてあんねんな。はい、アンジービーロゴ入ってます。どういう意味なんですか、アンジービー。アンジービー意味ないです。意味ないじゃん。私がコーディロイのつなぎ乗ってるの、ちょっと立ってみてよ。あ、セットアップです。セットアップ、シャツといい。ああ、言うとしたら一緒なんで。コールテンでしょ、それコールテン。さっきから何ですか。コールテンってこういう人なんです。コールテンでしょ。コールテンじゃない、コーディロイのもっと古い言い方。ちょっと知らなくて。太いから、はい、やってます。すごいね。ベルトもね、別にベルトのところの穴に通すわけじゃなくて、ベルトもそれアンジービー、シャツもアンジービーです。ベルト通さんと、それこれベルト、あ、違う、こういうやつなんですよ。ヒラヒラってベルトループがないからさ。はい、いや、ないんですよ、これ元から。それでも分かってへんな。違う違う、これ正解、正解、正解。でもそれはその言ったら、シャツもこのサイズでこう縛ろうみたいなのも自分でやるの。そうです。これが、ダブルリングの、ダブルリング、ダブルリング、ベルトが、ズボンとセットになってて、別売りなんですよ、このシャツと。あ、そうなんや。はい、なのでどっちも買ってもらえるように、こういう企画も、そういうことを考えるの。ちょっとやっぱり商売計算するのやめてくれ。こういう企画もあるよっていうのを自分で来て提案をしてんだ。
プロデュースしてるから、はい、それをプロデュースしてるってどう他人、うん、羨ましい、楽しいですよね。楽しいです、はい、ちょっと大変なんですけど、なんかやっぱり形になってなんか、うん、来てくれる人がいるとなんかすごい嬉しくなる、うん、街中でねそれ来てくれてたら嬉しくなるよね、はい、そうなんですよ、めちゃくちゃありがたいです。いい、女の子でしょブランドは、女の子ブランドでしょ。あ、そうです。でもあのユニセックスもあって、うん、あの男性が着れる感じ、はい、おう、なんて言うんです、スウェット、はい、うん、とかもいっぱいあります。へー、じゃあ誰に着てほしいですか。そうそう、この3人だったら、そうですね、うん、のっぽで腹出てる人と180センチあるよ。おスタイルは、うん、でも腹出てるし、腹出てるか、うん、でチビ出てるか、チビでも何の特徴もないメガネ、メガネ、でも浜口さん、ありがとう、はい、やった、なんかこういういいやつ選ばれる、いや、ね、なんか王道だな。なポップに来てくれそうじゃないですか。ポップに着る、ね、今日もね派手な服着てるからな、はい、なんか明るく、はい、ブランドイメージに合います。あ、そう、はい、あ、結構明るい感じの、はい、可愛い形とか結構ダボっとした形が多いんで、うん、はい、可愛い、ね、そう、はい、ダボっとしたやつじゃないともうピチッとしたの無理になってきて、体型的に、おじさんになってきてポチャポチャしてきたからダボっとさしとかんと、ダボが似合うですね、似合いそう、似合いそうです、ちっちゃいからな。マリアちゃんだったらどういうの、うん、いやでもダボっとさせるかもしれない俺に、うん、やっぱピチッとではないですよね、ちょっとイメージが、あー、うん、メガネもしててダボで可愛いんじゃないですか、うん、ありがとう、はい、上から下まで見れないよ、なんか一応今日の浜口さん、結局浜口さんなんだよ、なんだよ、なんで、そうなんですよね、そうなんですよね、いやなんかこの前もなんか、うん、なんでしょう、インタビューされた時に、うん、あのモテる男性、モテるなって思った芸能人っていますかって言われて、そこでやっぱハマーの顔だったんで、横に俺おれへんかった、アリとスズは横にアリとスズおれへんかった、アリとスズひょこって顔出してくれた、ひょこもなくてあ、どこかで出してくれたんだ、前出しましたよ、ありがとう、やっぱりあの女性に対しての対応はやっぱジェントルマンだし、奥さんのこととかも大好きとか普通に言うんですよ。そうなんですか。それがもうこういう男性と結婚したいなって思うって言っちゃいました。言ってくれたの。すごい。どっかで褒められたわ。ありがとう。入ったな。どこでもやっぱハマる。誰に洋服を着させるかだけ。すごい。何を いっぱい出てくるいいこと、ね、広がっちゃいましたね。ありがとう。はい。やめて。そうなんですよ。もういつ行くかも。はい。やめましょう今の手紙。北海道の旭川市ラジオネーム推しメンはこれはね金子剛さん。あ、そうです、支配人です。あ、金子剛ちゃん。あっぱれ月曜日の皆さん、代打のゆうりさん、さえ様こんばんは。こんばんは。さえ様といえば麻雀です。麻雀の冠番組は赤坂ドリブルズの鈴木太郎さんとやっていて、萩原さんやノブコブの徳井さんをボコボコにするぐらいの実力と運を持っています。すげえ。12月には冠番組をかけて生で麻雀するそうです。男性3人からアドバイスがあれば教えてあげてください、はい、麻雀のアドバイス。すごい好きなんだ麻雀が。はい、なんかこの番組きっかけにやるようになって、うん、はい、覚えてってこと。そうです。すごいな。じゃあもう普通にプライベートでも打ったりすんの。あ、そうで、マネージャーさんとかと打ったりします。へー、雀荘とかも行ったり。収録だってもうね、雀荘なんてもう、はい、しわかれたジジイが多いでしょ。はい、今は違うじゃない、はい、こんな美人が行ったらもうみんな色めき立つんじゃないの、うん、一緒に打とう、一緒に打とうって。あ、全然ならないです、うん、普通に、ん、普通にピピピって。だって恵比寿さんみたいなばっかり言ってんでしょどうせ。、はい、イメージな。イメージは分からんよ、それは今変わったかもしれんよ、はい、番組で覚えてまた好きになるってもな、はい、大変やん、あ、でも麻雀はなんか、はい、楽しいと思います。あかん、打てる誰か、この打てない、まあ、タギは無理やな、知ってるは知ってますけど、すずできんだ、知ってるは知ってますよ、その、あ、そう、はい、なんかこうポンカンチみたいなやつ全部一応その相手の手配を見てこれ危ねえかなとかっていうのはやりますけど、うん、やれる、マジやれることやれんだ、やりますけど、そんなもうそんな超プロ級の腕前の人には絶対かなわないですよ、うん、あ、そうなん、まず覚えらんない、誰が何捨てたっけなみたいな、あ、そういうのも全部覚えなあかんねや、そうですね、基本役っていうのがあってそれを覚えないといけないんですけど、うんうんうん、でも私はなんか結構運、はい、
の方でなんかツモとかがすごく良くて、すげえ。それの方が大きいです。ツモって何、あの引く、ツモって引いてきていい札がなるかどうかってことですね。手札がいいってことだ。ツモっていうの、ツモって言います。ツモったって言うね。わからん、もうほんまどんじゃらぐらいしか無理やもん俺は。私は基本はあれと一緒です、はい、仕組みはそうか、はい、あとはもうそれが あまりこの面白くない絵に変わるだけです。そうです、ね、どんじゃらしょぼい手でばっか上がってたからな俺は。あ、でもそういう人が一番強いって言いますよね、麻雀でもね。そうですね、なんか逆にそのあんまり知らない人が強い人に勝ったりもうできるんですよ、麻雀って。なんか考えないから、まあ、はい、どんどん切っちゃったりとか、同じ柄を集めていったら、あ、はい、できたみたいなこと。あ、そうですそうですそうです。単純な時に買ってたりします。へー、すごいな、麻雀も好きなんや。あれ出したことあるよ、あの、ゲームセンターの麻雀で、はい、9連なんたらってやつ。え、中連ポートですか。9連ポンチョってやつ。中連ポートですか。9連ポート。え、出したら、それその役は出したら死ぬ、うん、なんかすんげーあのカウンターが増えた。え、なんか出したら死ぬって言われてるんですよ。死ぬやん。もう俺死ぬみたいな。いつ出したんですかそれは。去年かな。あ、じゃあそろそろ死ぬ。さよなら、はい、ぐらい珍しい、うん、そうです、役なんだ。なかなか出ないやつ、スタッフの麻雀やってる大人が多いから、あーって言ってた。中年ポンチョ出た。中年ポンチョ出た。中年ポンチョ。中年ポンチョね。もうただのジジイが浮気ポンチョしてる。ポンチョになっちゃった。中年ポンチョじゃないですか。もう買いに行って。何の話やねん。何の話になってる。いろいろ情報もらってますね。まだあります、ラジオネームよりみちあっぱれ月曜日の皆さん、さえぴーこんばんは。こんばんは。早速さえぴーに質問です、はい、NAB48 に在籍中はチャラ姉としてモテモテだったさや姉ですが、唯一さやぴーのことは俺の嫁と言ってましたね。いつからそう呼ばれるようになったんですか。俺の嫁と言われるようになった由来教えてください。さや姉に俺の嫁って言われたの。そうなんですよ、まずあんな心開かないやつに。このラジオでもそうなんですか。心開かないし、でもだんだん開いてきた。あ、そうなんですね、うん、でもあの2週間空いてるからちょっと開かへんよなと思って。毎回元に戻っちゃう、うん、あ、戻っちゃうんや。結構最後仲良くなったよねと思うと、またピタッとまた閉じるやん、そうなんですね、一回休んでるから閉じると、はい、俺がなんかコマーシャル、あの失敗するたんびにずっと動画で撮るっていうのはやってくれるんですけど、あ、さやかさんがですか、はい、すごいそれが嫌で、はい、でもなんかさやかさん人をいじったりするのめちゃくちゃ得意だと思います。そうですよね、はい、ようやくそれが出てきたんや最近。あ、多分そうだと思います。めちゃくちゃ面白いですさやかさん、僕はもうプライドズタズタですよ。40歳のおっさんをいじろうだろ。いいです、ほんでなんで嫁って言われて、なんでやったっけな、なんのきっかけ、なんででしょう。どんな時に俺の嫁っていうの。いや、何があっても言ってくれてました。じゃあよく遊んでる、遊んでたの。いや、全くです。なんで。何やろ、何が気に入られたの。ビジネス、ビジネス、ビジネス、ビジネスが。あんたの興味ないでしょ。あ、なんか私が初めてその総選挙ってあるじゃないですか、うん、その時にランクインした時とかも、あ、俺の嫁が入ったみたいな、喜んでくれたりとか、そんな風に言ってくれた、はい、れあだ名的な感じで呼んでる。あ、でもそうです。あ、でも自分で聞きに行かないんですか、なんで嫁なんですかって、うん、聞いたことないですね。聞くのは怖いんだ。今度聞いてみましょう。ぜひ。なんで聞かなかったんですか。なんで私のことを俺の嫁ってなんか変なこと言ってるんですか。今振り返ったら変やけど、なんか普通に受け入れてました。うん、おお、そうなの。なんかあったやろな、きっかけかな。あったんですかね。オルの他にメンバーの中で俺の母とか俺の妹とか。あ、さやかさんが言ってる人ですか。うん、いや、いないですね。俺の嫁だけ、俺の嫁、はい、言ってくれてます。イタリアンとも言ってない。イタリアン、俺のシリーズに入っちゃったよ。そんな感じで、はい、言われてました。嫁ね、なんでやろね。何歳ですかね。じゃあ来たらまた聞いてみましょう。